皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。中学1年生の数学1日5問問題練習の25日目です。では問題を見ていきましょう。括弧1、次の数の絶対値を書きましょう。絶対値というのはその数の原点からの距離、別の言い方をすればその数のプラスやマイナスの符号を取ったもの、ね、そういうことでしたね。丸1番、マイナス7分の10、これからマイナスの符号を取った7分の10、これが1番の答えになりますね。丸2番、0、0は絶対値も0なんですね。もともと符号はついていないんですからね。こうなります。括弧2番、次の計算をしましょう。丸1、マイナス2分の1足すマイナス4分の3、同符号同士の足し算、これは共通した符号を答えにつけるんでしたけれど、ここでは分数分母が揃っていないので通分して分母を揃えます。2と4の最小公倍数は4なので分母を4に揃えます。そうするとマイナス2分の1はマイナス4分の2足すマイナス4分の3と、こういう式になりますね。そして共通の符号マイナスをつけて絶対値の部分足し算します。4分の2足す4分の3、4分の5ですね。ですから答えはマイナス4分の5。こうなるわけです。丸2番、プラス6、引くマイナス2。この引き算は足し算に直しましたね。つまり、プラス6、足す、ここを足すにすると、括弧の中の符号が変わりました。プラス2と。正の数同士の足し算ですから、正の符号がついて絶対値を足し算、6足す2で8、プラス8が答えです。これプラスの符号をつけないで8としても正解です。括弧3番、括弧のない式にして計算しましょう。こういう問題ですね。丸1番、マイナス3引くマイナス5、この引き算の場合はまず足し算に直しましたね。そうするとマイナス3足す、ここ符号が変わってプラス5になります。そうしたら括弧の中をそのままマイナス3足す5にします。マイナス3は負の数、5は正の数ですから、正の数と負の数、絶対値は正の数が大きいので答えは正の数になります。そして引き算をする、5引く3、そうすると2ですから答えは2またはプラス2、どちらでも正解ですね。丸2番、プラス2引くマイナス4足すマイナス5、これ足し算と引き算が混じっている式、これはすべて足し算に直します。プラス2足すプラス4足すマイナス5になりますね。ここの正の数同士の足し算を計算するとプラス6足すマイナス5になりますね。で括弧を外すと正の数が前に来るときにはこの正の符号をつけないで数字だけを書いて6、そして後ろは引く5になりますね。6引く5、これはまあ普通の計算ですから1が答えということです。括弧4番、次の計算をしましょう。丸1番、プラス6かけるプラス5、正の数同士同符号同士の掛け算の答えは、ね、二数の掛け算の答えは正の数になりますと、6、5、30プラス30ですね。これプラスをつけないで30としても正解になります。丸2番、マイナス7かけるマイナス4ですね。負の数同士
同符号同士の二数の掛け算、答えは正の数になって7428、これが答えですね。もちろんプラス28と書いても構いません。括弧5番、次の計算をしましょう。丸1プラス5かけるマイナス2、正の数と負の数の二数の掛け算、この答えは負の数になるので、ここで覚えておきましょう、ね。ですからプラスの数とマイナスの数をかけた答えにはマイナスの符号がついて、数字5に10、答えはマイナス10になります。丸2番です。プラス2かけるマイナス9、ね、正の数と負の数の掛け算、答えは負の数になるのでマイナスをつけて、絶対値は掛け算2く18ですから、マイナス18が答えです。丸3番プラス7かける0、どんな数でも0をかければ答えは0になります。ですから答え0です。3番。丸4番プラス9かけるマイナス7、正の数と負の数の掛け算は、答えは負の数、マイナスの符号がついて、数字の掛け算9763、マイナス63がこの答えというわけです。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。皆さんはどうぞこの動画を参考に教科書や問題集の問題に取り組んでみてください。ではまたお会いしましょう。さようなら。